五条しおるです。だだだだだだ はい、ということでね、今回は呪術廻戦のアニメを現実で再現してみたっていう動画なんですけど、僕ね、アニメ再現するのが昨日ぶりで、めっちゃ久しぶりにやるんですよ。アニメ再現大好きだから、性を感じるんですよね。今回も、性を感じながら感謝の気持ちを持って、アニメ再現をやっていこうと思います。じゃあ行ってみましょう。レッツゴー。ごま湖油。ごま湖油ってやつを、扇風客で五条さんが蹴ったやつを、最初に再現していこうと思います。やった時は普通の扇風脚でやってたんですよ。こうやって回ってくるやつ、アニメのやつをね、本気で再現した方がいいなって思ってて、走ってきてこういうやつ、これちょっとやったことないけど、五条さんがやってるからやってみますか。走ってきて蹴る、むず。この蹴りのコツが分かった。頑張ることやな。走って五条キック。再現はですね、呪術廻戦のエンディングのダンスで最後にやる走ってフルツイスト、これね再現しようかなって思うんだけど、これめちゃくちゃねしんどいんすよ。まあちょっとやってみますか。そうだ、オッケーオッケー、やってみるか。ポンポンポン、わ、怖っ。もし僕失敗したら皆さん救急車お願いします。3、2、1。え、めっちゃこっちに行きましたね。こっちじゃなくてこっちに行きたい。こっち違う、こっち。いいんちゃう？闇を払って、闇を払って、闇のそばに降りたら愛すか。愛して回る感情センサーで、ここなのは吐き捨てけない。また止めないで、また止め。では次は板取雄二がバク転からフルツイストするやつなんですけど、バク転からフルツイをつなげたことがないんですよ。初挑戦やけども結構ねきつい。頑張ってみるね。今日初挑戦多い。バク転してダーンだよな。バク転してダーンだ。オッケー、やってみるか。では初挑戦いってみます。え、低くなかった？めっちゃ怖っ。できたで。上にドゥーンすればいい。バク転からフルツイストは上にドゥーンや。次のシーンはね、板取雄二が呪いに体取り憑かれてて、それをね五条さんが突っ立てて戦うんですけど、そのね五条さんを再現するのではなく、板取雄二の再現をします。五条さんに向かってめちゃくちゃ低い扇風脚してるんですよ。前さ、僕再現した時、あいつさ手ついて扇風脚やってんのかなって思ったら、手ついてなくて、ただただ手つきそうになるくらいまでの低い扇風脚やってたんですよ。低い扇風脚むずくね。あ、違う、なんか違う技だった。あ、違う違う違う、これライズじゃん、ライズじゃんこれ。違う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 、高い扇風脚だったら低い扇風脚やったらてな感じ。多分ね、あいつ本気で五条さんを倒そうとしてる感情でやってるんで、僕もね五条さんを本気で倒す心がけでやっていきます。五条さんが五条さんを倒すっていうね絵面になっちゃうけどね。何者にもなれないだけの近場で笑いよ。目の前の全てから逃げることさやめた。イメージを繰り返し想像の先を